シェフォ、あれ？え？決めポーズ。しかもシェフォでこれ？急に考えたんだけどね。今回はですね、包丁紹介動画1カメ、2カメ、2カメ体制でお送りしようと思います。これがね、僕の包丁です。ここからここがキャプテンの包丁です。そしてこの2本が、当店のパティシエ、サツコ氏の包丁になります。本数が違うんだけど、これ調理学校をね、キャプテンの場合は調理科でいいんだよね。です、を卒業して、あで、知らない方のために、岩手からはるばるやってまいりました。通称キャプテンでございます。じゃあ一言よろしくお願いします。本当に一言っていうね。サツコ氏が製菓衛生士、パティシエなんですけれども、製菓の専門学校だよね、要は。キャプテンのところは、製菓のコースもあったの？いや、基本はあれですね、調理のみの。あ、調理のみの。まあ、パティシエ、そして調理師、そして私、調理師プラス製菓衛生士、パティシエの免許持ってるんですよ。はい、乾いた感じ、ありがとうございます。まあ、どんなまず包丁があるか見ていきましょう。皆さんから見ると左側がペティナイフで、もう一本が牛刀、はい、それが牛刀ですね。基本的に製菓の学校では包丁はこの2本だけ、そうですね、あとは飲み場の、パン切り包丁とか、やっぱ包丁セットが違うんだね、内容がね。キャプテンの方がペティナイフ、ペティ牛刀、はい。え？どうした？デバ、デバ、ね、柳場に、ラストを飾るのがちょっとちょっと泣きり包丁。あ、そう。あと中華包丁。中華包丁。中華包丁すごいね。僕もペティナイフ、それから骨付き包丁、泣きり、牛刀26センチ、それから牛刀の27、違うな、24センチだな。24センチ牛刀と27センチの牛刀。かっこいいよね。こんだけ包丁並ぶとどう？かっこいい。確かに。なんか確かに感がなんか薄いんだよ。パティシエさんが普段使うのはペティナイフ。ペティナイフと、まあ使って牛刀。キャプテンが普段使うのもペティと牛刀。まあペティと牛刀で、僕も普段使ってるのはペティと牛刀ということでね、まあ、たくさんありますけれども、はっきり言ってペティと牛刀があればこと足りるよね。確かに。流行らそうとしてるんですよ。結論から言うと、ペティと牛刀1本ずつあると、まあ大抵の仕事はこなせます。このペティナイフね、このちょっと刃渡りが小さいんですけど、ちなみにこのペティってどういう意味か知ってます？小さい。あ、正解。そう、つまんなかった、ね、俺もさっき知らなかった。小さい包丁なんですよね。僕のペティがだいたい15センチだったと思います。で、キャプテンの方が13ぐらいかな、多分ね、13センチぐらい。そしてサツコ氏のも、これも13ぐらいかな、ちょっと、あ、もっと短いか、うん、もっと短いですね、サツコ氏の正解をね。どうですかね、それ、ほら、僕の折れてしまったからさ。あ、いや、でも元々のあれが、そもそもペティナイフっていうのは、まあ、小回り効くんだよね。だから、まあ、皮をこう剥いたりとか、まあ、ちょっとヘタを落としたりとか、まあ、こういう使い方をね、こういう使い方をしたり、まあもちろん普通に切る使い方もあるんですけど、基本これでできるならこれでやっちゃうよね。で、この刃渡りで足りない時、そういう時にこの牛刀が出てくるみたいな感じだよね、大体ね。プロとしてこれからやっていく方で、包丁何を選んだらいいですかっていうご質問がもうたまたま時折いただくんですけれども、それはもう答え出てます。もうペティと牛刀、これあれば大丈夫ですね。で、ご家庭で、使う場合何がいいですかね、こんだけいろいろあるけど、何選ぶ、家庭で使うんだったら。
家庭で使うんだろう、ね、そう、何センチのどの包丁、牛刀あれば、牛刀あれば、牛刀あればの、これだとちょっとなんか大きい気もするんですよね。こんぐらいでいいかな。ああ、なるほどね。牛刀とペティがあればいいかな。そうだね、答えないです、別に。あのキッチンの広さと、まあ、まな板の大きさだよね、うん、まな板の大きさに合わせる。だったら18から21センチぐらいの牛刀1本でもいいかなと思う。これが24ぐらいだけど、本当このぐらいだ。さっきサツコシが言ったくらい短め、21センチぐらいの牛刀だったら結構それで1本でいけると思います、普通に使うなら。そのぐらいのサイズの牛刀、もしくはもう1本持つ、2本持つんだったらペティナイフ持っていただければといいんじゃないかなと思います。これナッキリ包丁、このキャプテンのもこれ同じだね。ナッキリ包丁、これナッキリ包丁って何に使うんですか？野菜を切ります。皆さん聞きました？今の棒読み野菜を切りますね、はい。普段でも使う？使わないです。全然使わないよね。使い分けって何？使い分け、あのね、じゃあ何？じゃあまずキャプテンどうぞ。いや、まああれですよね、はい、基本、うん、家で使うってなった時は、うん、和包丁は、うん、錆びるので使いたくないです。なるほどなるほどなるほど。使いたくないです。メンテナンスのね違いは大きいよね。そうですね。これ材質が鋼。そうなんです、鋼なんですよ。鋼ってすごい錆びやすくて、本当毎日手入れしてあげないとね、水分ちょっとついてるとすぐ錆びちゃうんで、だからそういう、使い勝手の面からもあんまり和包丁使わなくなっちゃうんだよね。特に僕ら養殖の人間はね。出刃、僕の場合はこれ出刃包丁、小出刃と言われているちょっとね小さめのやつなんですけど、キャプテンのがこれが出刃包丁だよね。僕のと比べるとだからちょっとサイズが違う。キャプテンの方が大きいよね。器も大きい。確かに。そこフォロー。出刃の場合、これもあのやっぱり歯の厚みがこれだけあるので、まあ骨を例えばマダイのね頭を落とすとかいう時も軟骨に入れていくんだけど、割く力が強いんだよね。あの角度があるからこういう風にいろんな包丁があるけど用途が違うんだよね、みんなそれぞれ。まあよっぽど包丁が好きとか道具を揃えてみたいとかそういうことでなければ、まあ、ペティと牛刀があれば音足りちゃうって感じかな。まあサイズはねご自宅のまな板と相談していただいて、あとこの握りだよね、このグリップ感覚、これはねあのよく言われるんですが、僕シェフ何使ってるんですかと、同じの欲しいんですけど、まあ、僕ヘンケルその牛刀24センチを使ってるので、まあ、これ買っていただければ同じですけれども、これでもこのしっくり感ってみんなあるじゃん。だからこれはあの自分の好きないろんな包丁を今、ね、買いに行けば握らせてくれるよね、くれるから、いろいろ握ってみて、あこれいいなっていう包丁を選んでもらえればいいかなと思います。まあそんなとこか、あと何かある？ありますか？なんか今あれを言うの忘れてたぐらいの勢いで何にもない。フレンチトースト食べるの忘れてた。それまかないの話だから何でもない。それは何でもないよ。ということで本日は包丁紹介動画ということでお送りさせていただきました。なかなかね、あのちょうどメンツ的にさ、聖火の学校出てて、調理学校出てて、で俺はあの学校出てない叩き上げみたいな、その3人の包丁ケースをこう揃えるってなかなかないと思うんだよね。うん、やっぱり入ってるものが若干違ってたり、ちょっと面白かったね。確かに。テンポ。じゃあもう一回やってみようか。じゃあということで面白かったよね。うん。そうですね。確かにでしょ。そこ確かに。また次回何か作っていこうと思いますので、お暇な方見てください。じゃあ最後キャプテン。シェフじゃない。なんか考えて。鬼ヶ原とか。あ、じゃあ行きます。え？鬼ヶ原で行こう。わかんない。せーの。やれ。
一人だけやる。俺が作る。一人だけですか。しかもアイコンタクトされても全然わかんない。そっちばっかりよ。